どうも皆さんこんにちは、ドゥーチューバーのチェリプジャンメルマン、デュエルマスター。マッシュ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 。ということで本日も進化の紹介、よいしょい。ということで迫ってまいりました、4月23日発売オーライマックス第1弾、オニアバックススターマックスより、はい、新カード持ってまいりましたよ。こいつでございます。ダダダン、ゼロの吸収フォールアウト。よっ、いやー出ましたね。ゼロの吸収フォールアウト、なんか見覚えあるクリスマス。なかなかの1枚だったり、見覚えがびっくらぼ。さあ、はい、こいつどんなカードか早速紹介していきます。いくぞー、やー。はい、ということで、はい、ということで早速カード見ていきましょう、はい、闇のクリーチャーですね、これ普通のクリーチャーですね、はい、5マナ、ソニックコマンド、6000と、ゼロの吸収、フォールアウト、でガーズストライク持ってます、いいですね、便利ですね、まずこれね、あるだけで全然違います、で、ブロッカー、ダブルブレイカー、うんうん、で、この能力はね、このカードポイントなんですよ、うん、自分のターンの終わりに、このターン、相手のカードが3枚以上、どこからでも墓地に置かれていたら、このクリーチャー、手札から出しても良いと、ほう、いうことで、例えば相手の手札を3枚させるとか、うんうん、まあ、相手のクリーチャー3枚除去るとか、まあ、何でもいい、組み合わせでもいいんですけど、うんうん、とにかく何でもいい、何かしらの方法で相手の墓地が3枚増えてると、ただで出しちゃうという、なるほど、ただ出しできるコマンドなんですね。ゼロマナで出せるカードになってる、はいはいはい、そう、やっぱ世の中にゼロマナってやっぱ一番すごいじゃないですか、まあ、ゼロですからね。そうなんですよ、ね、あのブラックアウトとかもね、ありましたし ね、これはでも召喚ではない、あ、そうですね、これは普通に出すだけなので、あのドラマゲノムが、ね、外れないんですけど、なるほど、例えばでもゼロマナで出るコマンドというだけでもかなり価値がある一枚、確かに、ちょっとこれあの個人的には妄想構築力とかのネタになるんじゃないかなあー、松岩さん系のね、はい、なるほどね、あると、あと完全でもやっぱレッドゾーンとかって相手のクリア破壊しやすいじゃないですか、ファイル組み合わせね、相手のクリーチャーガンガン墓地を送ってやるとか、うん、例えばトリガーで相手が呪文使ったとしてもそれ墓地を置かれてますから、はいはい、カードストライクも持ってるしブロッカーも持ってるし、なんかちょっと痒いところに手がことそうですね、そうハンデス系のデッキとかで1枚刺してるとか、そうなかなかね、そう可能性がね相当あるんじゃないかなと思う1枚でございます、うん、結構そうですね、なんか可能性がすごそうですね、そう、しかもこれやっぱり、ね、ブラックアウトで好きだったんで個人的には、あーはいはい、なんかこいつ一体どういうやつなのかちょっと妄想くれますね、果たしてブラックアウトの子供なのか、まあ、息子ブラックアウトって息子とかいう概念なのかわかんないわかんないわかんない、かなりねこうデッキビルダー心をくすぐる一枚になっておりますので、楽しそうですね、ぜひ皆さんちょっとこれでねカード作ってこんなコンボあったよとかね、うん、コメント欄に書いてもらえたらと思います、はい、はい、ということでね新カードでございましたけど、やっぱゼロなんだよな、ゼロですね、いやゼロになっちゃった、何コメントがゼロになったんだけど、チアリ君コメントがゼロになりましたけど大丈夫ですか、一泊待っちゃいます、全部コメントしなくても、俺全部しました、生きた生きた、はい、でこういう感じでね、またはどんどん進化出していきますので、ぜひぜひ YouTube チャンネル登録よろしくお願いします、はい、そしてこの動画面白いと思った方は高評価もよろしくお願いいたします、はい、そしてコミュニティ投稿にはアンケートなどもありますので、ぜひチェックしてみてください、はい、ということで本日の動画はここまで、また次回の動画でお会いいたしましょう、それではデュエルマスターバイバーイ、バイバーイ。